はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。美咲です。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日も美咲の部屋ということでまた始まりました。はい、今日は、スカーフのアレンジをちょっとやってみたんですけど、まず1、2、畳み方とあと結び方、もうこれが結構ポイントで、これをちょっとやることによって、まあ、1日ずれなかったりとか、もうバシッと決まるアレンジ方法になりますので、よかったら参考にしてみてください。それでは、はい、動画スタート。 NG シーンです。まずスカーフを半分に折りたたんで三角にします。下の部分から細かく折りたたんでいきます。 NG シーンからです。まずスカーフを首にかけて、そのまま耳をかぶせるようにして上に持っていきます。次にスカーフを頭のてっぺんで結んでいきます。この状態だとスカーフの三角の先端の部分が外に出てきててバランスが悪いのと、あと耳にかぶさっているとターバンが緩みやすいので1日持ちにくいです。これが NG シーンの仕上がりです。 OK シーンです。まずスカーフを半分に折りたたんで三角形にします。三角形の先端を自分の方に向けて、まずそちらから1回折りたたんでいきます。もう1回そちらの部分から半分に折りたたんで、逆側の部分も反対に折りたたんで、この状態でターバンをやっていきます。次は OK シーンになります。まずスカーフを首にかけて、次に耳の上を通ってスカーフを上に持っていきます。頭の上で結んでいきます。この状態だと三角の先端が外に出てきていません。スカーフの端っこを持って耳に覆いかぶせるように引っ張っていきます。スカーフの両端を持って、今度は上側の部分を少し広げていきます。そうすることによってスカーフもずれにくく、バランスもきれいになります。はい、これが OK シーンの仕上がりになります。スカーフのバランスもよく綺麗にまとまっています。よかったら参考にしてみてください。